モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。これね、8月13日日曜日朝11時からモーニングジャムが夏祭りを開催する大分県くすま町にあるキャンプ場パラディス大分、はい、実はキャンプ場なんですけれどもレストランも入ってて、そのレストランがリストランテアジュールルナ、もうランチコースがめちゃくちゃ美味しいんですよ。でランチコースの締めで出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりで、あの皆さんに好評なんでね、家庭でも楽しんでもらおうっていうことで6食セット出ました。なのでね、これを対象商品でプレゼントしています。欲しいとおっしゃる方ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はすごい話からいこうかな。こちら男性の方からいただきました。中地愛知さん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。あれは10年前の話、妻と結婚してすぐのこと、まだ子供もいなくて自由な時間がたくさんあった2人。その日は週末、同居の両親もいなかったんで2人で居酒屋さんにでも行こうかっていう話になって近所の居酒屋さんに行きました。私は何度か行ったことがあったんですが妻は行ったことがなくって、初めて行く居酒屋さんに期待に胸を膨らませておりました。2人ともお酒が好きで席に着くなり生ビールを注文、ビールが到着するまでの間メニューを見ながらいろいろと注文しました。そうこうしてるうちにビールが到着、乾杯。続々と運ばれてくる料理に舌鼓を打ち、1時間ぐらい経った頃でしょうか、妻がトイレに行って数分後に席に戻ってきてニコニコしていたんで、何何どうしたと私が尋ねたら、お腹が張ってきたけんガードル抜いてきたとのこと。なんじゃそりゃと二人で笑いながらまたお酒を再開。妻は決して大食いではないんですけど、この居酒屋さんの料理が本当に気に入ったみたいでついつい食べ過ぎてしまったんでしょう、うん、そんなこんなで楽しく時間は過ぎていって、閉店時間、店閉まるみたいだしそろそろ帰ろうか、そうね帰ろうか、会計を済ませて私たちは居酒屋さんを後にしました。で翌日、たまたま地元の仲のいい友達から飲みに行こうっていう誘いがあって、で昨日行ったばっかりなんですけれども食べ物が美味しかったんで昨日行った居酒屋さんにその日もお邪魔しました。全員お酒が大好きで毎回結構な量のお酒を消費するメンバー、時間が経つにつれて全員テンションマックスで、私トイレに立って、でトイレから戻ったら何やら友達が大盛り上がり、何何、そしたらテーブルの下見てで、テーブルの下を覗き込んでみたらガードル、へえ、しかも妻のガードル、うっそこれは衝撃、これ衝撃だよな。実はこのテーブル席、昨日と同じテーブル席、さらに昨日は閉店までいたのでその後他の人がこのテーブルで食事をしているわけもなく、そうガードルは紛れもなくうちの妻のもの。そしたら友達が悪乗りしだして割り箸でそのガードルをつまみ上げてるではありませんか。そしてちょっとお前履いてみて、いや無理無理無理、じゃんけんで負けたら被るとか、みんなそのガードルをいじり倒している。嘘でしょ、もう本当に。私は妻の名誉を守るためにもカミングアウトの選択肢を吐き、みんなと一緒にいじりトークに参加することを決意しました。みんなにバレないように私は力いっぱいいじりました。こんなん誰のやろう。やがて時間は経ち、
会話は別の話題で盛り上がり、みんな泥酔。当然そうなるとガードルのことなどを忘れてどうでもいい状態。私はメンバーの中でも酒に強い方。そこで第二の決断、今しかないと思って泥酔したふりをしてしれっとガードルをバックに。誰にもバレてないというか、みんな目がいっちゃってるのでバレるはずがない。見事に奪還に成功。ガードルお帰り。こうなったらもうこっちのもの。緊張感はゼロ。そうなると当然私も泥酔し、その日は幕を閉じました。翌朝妻に、はいこれお土産と言いながらガードルを差し出したんです。そしたら妻は、いつ盗んだん。盗んでない。妻のガードルを盗むやつなんておらんやろ。またまた本当は欲しいんやろ。そうなんやろ。だから一切合切を全て妻に話したら、はい、え、マジで。あれから10年が経過しましたが、ガードルを居酒屋さんに置き去りにしたのは後にも先にもあの1回の当たり前じゃないですか。当たり前ですよ。居酒屋ガードル置き去り事件、当時はとっても恥ずかしい思いをしましたが、今となっては私たち夫婦の大切な思い出。大切でもねえだろ。大切でもねえだろ。別にしんみりする話でもないし。いやすごい確率で戻ってきましたよね。ガードル居酒屋さんも居酒屋さんだよね。いや本当次の日までそこに置き去りされてたっていうの。掃除する時に、うん、やっぱテーブルの下とか見るだろうし、うんうんうん、いやね遅かったからって。いやでもまた準備する時にね、なんだかんだあったりするだろうから ね、うん、ね。まあ無事奪還できたということですけれども、はい、帰りにね職質とかされてバッグの中を見せなさいみたいなことになってたら対象は確実だったんです。いや大きなものをその前に失ってますよ。やめなさい。これは妻のですっていう。信じてもらえないっていうね。間違いなく信じてもらえない。で、いやじゃあ家に帰って妻に言って、あそれ私のですって言っても信じてもらえないでしょうね。これは。さあそれからね、まあ暑いからっていうところもあるのかもしれませんけれどもね、これも意外と面白いんだよな。はるかさん30代。中地愛知さんおはようございます。おはようございます。一泊二日で広島の三原市に出張してきました、はい、山の中の食品工場に行くために駅でレンタカー借りたんですが、さすが広島、コンパクトカーを借りたらマツダの車。おお、わかりますかね。いい車でしょ。いやいやいや、あの本当にあのトヨタが、はあ、トヨタってどこですか。愛知県ですか。ああそう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 、はあ、松田って広島でしょ。広島なのか。そうそうそう、そういうことか。まあ愛知県行ったらねトヨタ車ばっかりだっていうところですけれども、広島行ったらやっぱ松田の車多いですよね。はあ、そういうことですか、うん、そう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 、さすが広島、コンパクトカーを借りたら松田の車でした、うんうん、私はずっとトヨタの車に乗ってて車用車もトヨタ、ちなみに夫の車は日産です。車ごとに仕様が異なるじゃないですか。あ、車乗らない。車乗りますよ。あ、そうですか、はいはい、あのまあメーカーによってね、なんかこうちょっとこう作りが違ったりっていうことがあったりするんですね、うんうんうん、はい、私のプリウスアルファも車用車のプリウスもサイドブレーキはフット式、うんうん、左足で踏み込むタイプ。夫の日産ノートはボタン式、左手側に小さなボタンがあるタイプ。いやー松田車は初乗りでドキドキ、うん、エンジンかけてサイドブレーキ、うん、足元スカスカやん、どこどこどこ、あーレンタカーの人道路の出口のところまで行って笑顔で出発を待ってる。いいかとりあえず発進しよう、出口で聞けばいいやということでゆっくり発進して出口のお兄さんのところで停車。
マツダの車初めてなんでわからないんですけど、サイドブレーキどこですかって聞いたら、と困惑気味のお兄さん、はい、ほら足元にあったりするでしょ、ないからわからなくって、サイドブレーキどこですか、そこですよと指さされたのは私の左側のめちゃくちゃオーソドックスなサイドブレーキというか、そもそも私無意識に下げてそこまで触ってたんかいだって引かれてるからね、そうですね、通常はね、通常はあ、すみませんということで広島でやってしまった、私と松田社のひと夏の思いを起こし暑いからね無意識のうちに、無意識って怖いですね、いやだからもうあまりにもオーソドックスな位置だったっていうことで、そっか、ね、もうそれ下げて行ってたっていうね、あ、 あそこで待ってるって思いながらも下げてたっていうそしてそもそも下げていってるじゃないかいって、ね、意外と面白いんで、ね、暑いとこういうことってあったりするんですか1曲いけますか、 あの曲はいけないということで、おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム